ロンギスクアマは、絶滅爬虫類の一族。唯一の種ロンギスクアマインシグニズが、キルギスにあるマッテージョン類層より産出した、保存状態の悪い骨格が一点と不完全な、印象化石が数点により知られている。模式標本は、カウンターパーツに分かれた二化石とそれと、同個体のものとされる五点の外皮性突起物の化石である。全標本は、モスクワにある。 ロシア科学アカデミーの古生物学研究所の所蔵となっている。ロンギスクアマは長い鱗を意味し、主相病飲酒グニズはラテン語で目立つという意味である。ロンギスクアマの模式標本は一連の皮膚から伸びている長い構造物を持つことで特筆に値する。現在のロンギスクアマに対する一般的な見解は、そういう未類の系統のどこかに位置している鳥類の 祖先とは関係ない動物というものである。骨格図研究者のハウボルトとブホトは、この構造物は長く変形した鱗であり、滑空用飛膜のように左右体になって、体幹の側方に取り付けられていたと考えた。彼らは、トビトカゲやクエーネオサウルスなどの滑空爬虫類と同様の飛膜を形成するようにこれらの羽飾りを配置した復元図を発表し、 滑空か少なくともパラシュート効果をしていたとした。しかしながら、この復元は今日では不正確であると考えられている。他の研究者はこの鱗に別の配置を与えた。アンウィンとベントンはこれらを正中線に沿って一列に背中に並ぶものであると解釈した。ジョーンズ・エトールは鳥類の背部羽根域と同じような場所に生える。 解剖学的に羽毛によく似た二列の構造物であると考えた。羽毛発達の専門家であるリチャード・プルームはこの構造物は解剖学的に羽毛と全く異なるものであるとし、リボンのように伸長した鱗であると考えている。なお、フレーザーなどではこの構造物はそもそもロンギスクアマの体の一部ではなく、単にこの爬虫類と一緒に保存された植物の葉が、 ご解釈されたものであるとしている。ブックイッツ・フォークトでは、ロンギスクアマの構造物は、植物化石ではないと主張されており、その理由として、模式標本品2584、4でのこれら構造物は、最後の一つを除いて、規則正しく並んでいる点。マッデジョン類相の植物化石は通常は、炭素白膜として保存されるのに対してこの標本は、 そうなっていない点が挙げられている。マッデジョン・ルイソさんの植物化石で唯一、ロンギスクアマの構造物に類似しているのは、メッセンテリアフィラムコチナビだが、この植物の歯には、ロンギスクアマ構造物の特徴とされている明確な、ホッケースティック状の形状が見られない。復元図ロンギスクアマはその背中に沿って生える、特有の外皮構造物によって特徴付けられる。模式標本は、 この付属突起が骨格の背部から飛び出ているのが保存されている唯一の化石である。この化石には扇のように広がった7本の付属突起が残っているが突起先端は保存されていない。ピン2584-9にはまとまった5本の完全な付属突起が保存されている。ピン2584-6には2本並んで長く曲がった。 付属突起が残されている。ピン2585、7や FG596、V、1などの他の標本は付属突起が1本だけ保存されている。これらの構造物はその全長にわたって細くかつ長く、先端近くで後方に屈曲し、ホッケースティックのような外観を得ている。木々の直線部分は縦に3つの部分に分かれている。 前縁と後園の滑らかな部分とそれらの間を走る中央の隆起部である。中央の隆起部分は盛り上がった日だと深い隙間からなり、シャーブはこれをロザリオの数図に例えた。縁位部は近位部の3つの部分の内中央部と前縁部の延長であると考えられている。前縁部が円位で広がるのに対し、後園部は近位から円位に向かうに従って細くなっていく。加えて、 金位の2、3あたりから円位端まで前円に張り出しが現れる。円位部の前後両円は溝のついた軸によって隔てられている。円位部の前円公園のひだはきれいに揃って並んでいる標本もあればそうなっていない標本もある。ある標本ではまっすぐなひだが軸に直角に並んでいるが別の標本ではひだは S 字の曲線を描く。 ピン 2584? こと名付けられた標本では、遠位の軸から飛び出ている数本の棘が見られる。模式標本ではこれら各構造物は背骨の棘突起につながっている。接合部は高くなった小ブとして観察可能である。これら付属機関の基部はかすかに膨らんでおり、構造物の残りの部分が平たくなっているのと対照的である。 膨らんだ形状というのはこの構造物の基部が環状であり、哺乳類の体毛や蝶類の羽毛など他の外皮構造物のように毛脳や羽毛にに繋ぎ止められていた証拠である可能性がある。さらに、脊椎に対応している各構造部の筋異端はその基部が厚い難組織の層で覆われていたことが示唆されている。その長い鱗と同様、 ロンギスクアマの骨格の特徴も分析が難しい。その結果、ロンギスクアマは科学者たちによって多くの異なる竜油未類のグループに分類されてきた。シャーブはこれを二つの特徴に基づいてニセワニ類であると断じた。シャーブの元気彩には長く伸びた肩甲骨も含まれていた。ジョーンズ等はシャーブの上げたに特徴にまた骨を加え、ロンギスクアマを主流類であるとした。 オルシャブスキーは、ロンギスクアマは、主流類であるだけでなく初期の恐竜であると考えた。アンウィンとベントンは、化石になってから開いた穴の可能性があるとして、分類判断の元となった穴の存在に疑問を呈した。彼らは、ロンギスクアマには、単性馬と抹茶骨が存在するという点でシャーブに同意したが、また骨ではなく2本の体になった鎖骨があるとした。これらの特徴は、 ウロコ流系類に属するものにおいて、典型的な特徴であり、すなわちロンギスクアマは、主流類ではなく、必然的に鳥類に近縁ではないことを意味していた。フィルセンターによる2004年の分岐分析では、ロンギスクアマはむしろより基盤的なそうい類で、アベセハラの一員であり、コエルロサウラブスに近い仲間であるとされた。2012年に行われた、化石の再調査で、 主流類に分類される鍵となった頭骨の穴の存在は確認できないことが明らかとなった。実際、以前に全眼科窓の存在が認められるとされた化石の一つでは、頭骨の当該箇所にはまともに骨格自体が残されていなかった。この研究では、現在の証拠では、ロンギスクアマについて提案されたいずれの分類も、否定も肯定もできないと結論付けた。 この研究の著者は、ロンギスクアマの羽根飾り、鳥類の羽毛、ワニ類の鱗、翼竜類の体毛間には、深い発生上の相動関係があるという仮説により、暫定的に、ロンギスクアマを主流サマ類の間に位置づけた。骨格とは別に見つかった、外皮構造物パラタイプ表本品2584、9二列として復元された、外皮構造物ロンギスクアマの爬虫類としての、 分類とその長いウジコの実際の機能に関する疑問は鳥類の起源に関する幅広い議論と彼らが恐竜の子孫なのかどうかに関係している。古生物学者は鳥類は獣脚類恐竜から進化したという見解に同意している。この仮説に対するシナリオは初期の獣脚類恐竜は内温性であり断熱のために単純な 細線状の羽毛を進化させた。これらの羽毛は後に大きさと複雑さを増し、空力学的用途に適応させられた。この仮説への豊富な証拠が化石記録の中に発見されている。したがって、ロンギスクアマは不明瞭な骨格上の特徴と奇妙な鱗を持ったそういう未類で、鳥類進化にとっての重要な意義は持たないとみなされている。 科学者の中の少数派は、鳥類は、ロンギスクアマのような小さな樹状性の主流類から、進化したという仮説を取る。彼らは、外音性の動物が滑空に適応させるために長い、鱗を、そして、うじの羽毛を発達させたという見解を持っている。しかしながらこの仮説は分岐分析によって支持されない。ありがとうございます。